白岩館に到着しました。お風呂の用意ができたということなので、とりあえず一杯飲んだらお風呂入ってみようと思います。冬は楽しみですね。ではお疲れ様です。順番逆だったかね。お風呂入って風呂上がりのビールか。まあいいか。あのお酒らしいです。で、2号2本と言ったら2号でございまして、サービスということで冷やで一杯いただきます。エビがくっついてしまった。よいしょ。あ、ごめんなさい。すごい。え、ホタテか。ホタテとエビと、そうです、お刺身です。カサゴの煮物ですね。カサゴだ。はい、これは豆ほい、豆、うん、サザエです。つぶやきです、ね、うん。うわ、お酒、せっかくですのでチョコでいただきます。静かだな。あ、油すごいや。カツオです。どうぞ。見て分かった。美味しいはずよ。酒飲みは便利だ。ね、お茶がないねえ、不思議ちゃん宿白い予感。飯食って酒飲んで、もう一度風呂入って一服して寝ます。どうもごちそうさまでした。まあぼっちぼっちと、とりあえずでも上に行くかなと思って。じゃあお疲れさまでした。どうも。Come on.